新規バス株式会社は、兵庫県を中心に、路線バス等を運行する事業者である。バス事業の子会社として、新規グリーンバス、ウワスト新規、新規ゾーンバス、新規観光バスがある。また IC カード乗車券のニコパを発行している。2006年4月1日より、神戸市交通局から落ち合い、精神の2営業所の運行管理業務を、姫路市から、 所社山ロープウェイの運行業務を受託している。元来、宇治川電機の資本を背景にしており、山陽電機鉄道とは、資本上姉妹会社の関係にある。事実上の創業者は、木下久志。現在の加古川市付近で小規模な業者としてスタート、したが、次第に、周辺の同業者を買収し傘下に入れることで、当確を表すことになる。 さらに、戦時統合で規模を拡大、番州、丹波にまたがる、一大路線網を構築。一般路線は、姫路市、加古川市、明石市など、兵庫県中部、西部を中心に、東端は、神戸市、三田市、西宮市北部に路線を展開しており、三田市、西宮市北部以外の阪神地域及び、淡路島を除く兵庫県南部の大部分を占めている。 古会社会や廃止前は、岡山県津山市、三正市、西岩倉村,村から、京都府福知山市まで一般路線を展開していた。一方で、関西における高速バスの先駆けとも言える、中国高速線に当初から、参入、運営ノウハウを確立すると、次第に、神戸、姫路発着の路線を増やしていった。中長距離路線だけでなく、三木市、三田市から、 神戸市内中心部に向かう短距離路線も多いのが特徴で、神戸電鉄から乗客を奪い新規バスが優勢な路線もある。この他神戸市交通局が運行していた定期観光バスの象形、神戸、明石、姫路の各公営バスから路線承形を行っており、加古川などのコミュニティバスの運行も受託している。うちは営業所、出張所の略号。 原則として、乗り合いバスのみであるが、加古川営業所、加古川南出張所、静止に営業所、三田営業所、津山営業所は、貸し切りバスも配置されている。内は共同運行会社。運行支援以下の路線は、予約、発券業務及び運行支援を行う。廃止新規、バス、プリンセスロード、福岡専用車両姫路駅神戸空港線。 旧市現在は三菱不走、イスズ、日野、日産ディーゼルの4車種と、日産、シビリアン、トヨタコースター、トヨタハイエースが導入されている。貸切車、高速車は長らく三菱不走に統一されていたが、2005年に、日野、セレガが2台導入された。三菱不走が一番多い理由は不明であり、2000年の三菱リコール隠し以降三菱不走の導入を、 一旦中断した事業者や三菱不走の導入を減らして他社の導入を増やした事業者が多数存在する中、それも関係なく引き続き三菱不走を大量に導入している。路線バスの車両は、東部は三菱不走車が、西部は日野車が主体である。日産ディーゼル車は、姫路市営バスや赤石市交通部から新規バスに路線が移管されたことにより、 新規バスに転籍した車両のみ。また、イスズ社は、淡路交通から移籍したエルガワンステップバスが多数在籍しているが、2014年以降は、自社発注のイスズ社も増えつつある。カラーリングで特筆すべき点は、貸切車の塗装である。これは1990年にグラフィックデザイナーの長井和正に依頼したデザインで、バス雑誌の記事では、 デザイナーブランドの観光バスとしても紹介されたことがある。それ以前の貸切車デザインは、その後も中高用高速車のデザインとして使用されている。夜行高速バスは姫路城をアレンジしたデザインである。初代の車両では、ベースカラーは青系の色であったが、車両を更新時にベースカラーが変更されている。西日本地区では、初導入となる。 メルセデスベンツ製の連接バス2台の運行が、三田市で2013年4月から開始された。オレンジやローレンサンダー号の愛称が公募され、命名された。新三田駅及び、三田駅前発着の一部路線で使用されており、定員は、通常路線バスより約40名、多い116名となっている。なお2018年4月に2台増車されたが、 定員はさらに増えて123名となった。2020年9月に1台再度増車し、以降は5台体制である。また、神戸市内で運用されるポートループでは、国産連接バスの日のブルーリボンハイブリッド連接バスを使用。2017年から2020年まで運行されていたオープントップバスによる定期観光バススカイバス神戸は、 日の丸自動車工業より、スカイバス東京のネオプランスカイライナーとネオプランスペースライナーを借り入れていた。近隣のバス会社と異なり、配車車両が他社に移籍することはほとんどないが、東日本大震災の復興支援として、都バス石巻営業所に日野の中型ノンステップ車1台が移籍している。 ナンバープレートと別に車両に付与される番号は以下の法則がある。万の位で車両のサイズ1百100の位で製造会社10.1の位で用途を示す。例えば2万9870の場合2008年製の日の中型ノンステップバスということになる。新規バスでは申請から8から10年程度経過した車両に対し 再塗装を行っている。再塗装された車両は、シール類も貼り替えられ、出入り口ピクトグラムの表記などが剥がされる。改装車の、すみません改装中です。表示創立90周年、記念の改装表示2018年8月以降の、改装表示、ABCDFGHIJK 新規バス、株式会社、第三十七期床証券報告書、 西脇市、高町、及びその周辺地区発着の一部新規バス路線を、平成24年10月1日より、新規グリーンバスが運行いたします。新規バス。2013年3月16日閲覧。潮風感じて、神戸周遊スカイバス発車記念式典。神戸新聞。 https://www.kob-np.co.jp スラッシュ news スラッシュ shakai スラッシュ201703スラッシュ 0010010711.shtml2017 年3月19日閲覧スカイバス神戸ラストありがとう運行のお知らせ新規バス2020年6月18日閲覧 神戸観光で人気屋根なし2階建てバスが、運行終了へ、新規バス。神戸新聞。https://www.kob-nb.co.jp e スラッシュニューススラッシュ keizai スラッシュ202006スラッシュ 0013419153.shtml2020 年6月19日閲覧。 新規バス、90周年で、制服一新、7つ星の水戸岡市デザイン、日本経済新聞地域ニュース関西、2017年8月9日、新規観光株式会社、www.shinkibus.co.jp2020 年8月11日閲覧、新規バス、姫路駅前の本社ビルを、山陽電鉄に売却、 神戸新聞 NEXT HTTPS コロンスラッシュスラッシュ www.kob-np.co.jp e スラッシュニューススラッシュ keizai スラッシュ202111スラッシュ 0014838318.shtml2021 年11月23日閲覧。兵庫経済経済新規バス姫路神戸、三宮に高速新路線快適特急。 ラッキャライナー。www.kob-np.co.jp2021 e 年3月18日閲覧。姫路市街三宮、神戸空港間で高速バス路線の社会実験を開始します。新規バス株式会社2021年3月18日閲覧。バスジャパンハンドブックシリーズ R76 新規バス。 P28BJ Editors 発行。西雲社発売2012年 ISBN 978から4から434164026。今も、現役、兵庫出身宮城の被災地走るバス人々の暮らし、支える足に、神戸新聞 NEXT 2021年3月11日2021年5月30日閲覧、講談社。 バスマガジン第81号61ページを参照 ABC。次の停留所は、鬼教官ネットで話題。新規バス行き先表示。神戸新聞。 https://www.kob-nb.co.jp スラッシュニューススラッシュ sougou スラッシュ201810スラッシュ 0011778520.shtml2018 年11月1日閲覧。あよい新規タクシー株式会社の株式取得のお知らせ第一交通産業。 新規バスクルーズ事業県庁姫路港発着で、リピーター定着。神戸新聞。2019年12月22日閲覧。新規バスが、過客混在本格化、コロナ客源を補う狙いも。www.logi-today.com。2021年5月30日閲覧。ありがとうございます。